こんにちは。私、神保恵美、10歳です。みんなは私を小恵美って呼ぶの。この子は鳩のポッポ。ちょっとおデブさんだけど、私のお友達なの。うん。お父さんは外国船の船長さんをしています。でも、忙しくってめったに会えません。最後に会ったのは3年前で、時間にして2分58秒足らずでした。お母さんは私が5歳の時に死んじゃったの。今はお父さんの知り合いの伊集院さんと2人で暮らしてるの。伊集院さんって昔 SP っていう仕事をしてたんだって。でも SP って何なのかな。伊集院さんって無口であんまりおしゃべりしてくれないからよくわからないの。でも寂しくなんかないよ。だって私には歌があるもん。魔法の雑誌ポエポエポエミ。西暦2016年、人々の心はよどみすさんでいました。人を信じる心もいたわり合う優しさもなく、ただ己の欲望を満たすがために生きる者のみが成功を収める。地球は今やそんな人ばかりが住む星へと姿を変えてしまったのです。そしてそんな時代であるがゆえ、死後天界へ召される者などなく、地獄は今設立以来の大人手不足に見舞われていたのでした。ここは地獄界。本日の業務は終了いたしました。また明日のお越しをお待ちしております。ああ、今日も疲れたな。最近の王者たちは何かというと逆らいながるし。早く部屋へ戻って休みましょう。私もう歩けない。おい、もうちょっとだぞ。頑張れよ。そうよ、まだあと何万年も同じことを続けるんだから、こんなことでくじけていてはダメよ。なんでおやつをつまみ食いしただけで大釜のかき混ぜ係を3万年もしなきゃいけないの。俺なんか生意気な王者をぶん殴っただけで、それはちょっとやりすぎちまったけど、王者の知り押しの重労働を5万年だと。あなたたちは単純でいいわよ。私なんてちょっとパソコンネットで裏取引しただけで、退屈な王者のリスト作りを10万年よ。人に裁きを与える鬼だからって罪を犯しちゃいけないなんてあんまりだ。鬼だって魔が差すことはあるわよ。鬼なんかに踏まれてくるんじゃなかった。私たちの部屋じゃない？ん？なんで明かりの？にゃーん、泥棒かしら。誰だ中にいるのは。よーよーじゃねーよ。なんで亡者が俺たちの部屋にいるんだよ。シャバ行きの渡し船が出るまで時間があったんで、一休みしとったちわけや。あっ、思い出したわ。亡者の名簿の中にあったもの。あなたは生前ありとあらゆる犯罪を犯して、特例の天罪によって死んだ極悪人、墓場恭介。おお、わしの名は地獄でも有名なんか。そら嬉しいの。でもなんであなたがここに。あなたのような人間はゴキブリにでも転生されるはずなのに。やあ、なんや、姉ちゃんたちなーも知らへんのか。まあ手っ取り早く言えば、地獄にも抜け道はあるっちゅうことや。どんな悪人も死ねば責任は問われん。これで生きとった時の罪は帳消しや。だが最近は臨死体験ちゅうもんがあっての、葬式が終わるまで地獄見物して生き返るってのがよく使われる体なんや。
ほれ、エンマ様のハンコももろうとるで。ガーン。悪人を懺悔させるべきところが刀を担いでいたなんて。まあそう落ち込むな。地獄の沙汰も金次第って言葉でもあるやろ。どこの世界も裏はこんなもんやで。そや、ここで会うたのもなんかの縁や。そや、わしと一緒にシャバへ出てみへんか。シャバはええで。金さえあればなんでも手に入らんもんはないで。おい、どうする。私、このままこんな仕事続けるなんてまっきりだよ。暑かったら戻ってくればいいじゃない。それもそうね。じゃあ決まりだな。そうよ、私たちにだって楽しむ権利くらいあるの。というわけで、私ハクハツだ。ジュンでお供させてくれたい。よっしゃよっしゃ、そう来なくちゃの若いもんは。悪いが、そこをなんとか頼むよ、おえみ。地獄の者が人間界で犯罪でも犯そうもんなら、あんたの面目も丸つぶれだからな。にしても、この地獄警備隊隊長であるポエミー様にガキを連れ戻して来いとは、世も末だぜ。まあそう言うな、ポエミー。エンマ様も困っておられるのだ。チッ。だが、生きて連れて帰れるとは限らないぜ。なあ、かまわん。頼んだぞ。やれやれ。これで人間界との癒着がバレずに済めばよいが。ここが人間界か。なんと邪悪な気に満ちているのだ。これなら地獄が満員になるはずだぜ。しかしまずいぞ。平和を愛する強い意志を持つ者がいないことには、俺たちは実体化できん。このままでは我々は幽霊同然だ。いや待て、あそこを見ろ。私の書いたポエムはいかがですか。皆さん、よろしかったら読んでください。おい、あの小娘。ああ、他の人間にはない正義の心を持っている。だが、あんな子供では。ぐずぐず言っている暇はない、行くぞ。どうしました、お嬢さん。なんでもない、お前は先に帰ってろ。はい。おい、どうした？男は帰ったぞ。動けん。こいつ、見かけはこんなだが、ものすごい頑固者だ。俺の方が征服されてしまう。こうなったら、変身してこの体をいただく。失敗したな、ポエミー。はあ、今ポッポが喋ったような。しかしもう時間がない、行くぞポエミー。ああ、一体どうなってんの。第1話。というわけなんだ。騒ぎが起きないうちに3人を探し出すんだ。探すって言ったって何にも手がかりが。とりあえず一人目の手がかりはいらないみたいだぞ。何あれ、でっかい肉まんだ。ちゃうちゃう。わーい、人間界は美味しい食べ物がいっぱいだ。ほら、人間界の食い物を食べ尽くす気か。あ、豚が喋ってる。俺は豚じゃねえ。私の楽しみを邪魔する者は何人たりとも許さん。あれ、まあ、いきなりダイエットしたよ。これが奴の魔力か、恐るべし。よし、やったれポエミー。わ
分かったわ。じゃあ麻雀で勝負をつけましょう。え、麻雀？暴力は何も生み出さないわ。もし負けたらおとなしく地獄へ帰るのよ。あの変身した意味は一体？かっこはつけてみたけど、私喧嘩は弱かったんだ。でも麻雀なら勝てるかもしれないもんね。まだまだ食い足んないわ。
負けよ。おとなしく正体を現しなさい。現せってんだよ。初の居場所を教えろ。知らないもん。今日中にお前ら全員捕まえられないとお前は溶けてなくなるぞ。そんな。第2話。ここが道端格闘家ってやつらが集まるところか。ハクの話によると、ハツが最初に行きそうなところといったら多分ここしかないだろうってことだが、いやがった。なんて単純な奴らなんだ。探す手間が全然かからないっていうのもなんだか拍子抜けね。ここまでよ、ハツさん。おとなしく地獄に帰りなさい。やれるもんなら腕ずくでやってみね。ただし俺は道端格闘じゃ負けたことがないんだぜ。よーし、今度こそやったれ、ポエミ。わかったわ。では、麻雀で勝負しましょう。で、また？この野郎、道端格闘じゃ勝てそうもないからって、ふざけるなよ。だって魔力を悪用すると、ほら、こんな風に。たくさんの人が迷惑するのよ。元に戻しておかないと叱られるぞ。さあ、行くぜ。
負けよ。おとなしく正体を現しなさい。現せってんだよ。丈夫な胃袋なんだ。逃げようとしても無駄だ。旬の居所を教えろ。け、知るかよ。あいつは変な親父と一緒にどこかへ行っちまったぜ。変な親父？まさか。第3話。どうしたポエミ、今回はやけに乗り気じゃないか。なんとなくコツがつかめてきたのよ。はあ、コツね。ここに違いないわ。悪の匂いがプンプンするもの。うん、しかし警備がいかにも厳しそうだぞ。そんな時のための魔法でしょ。こんなの簡単だわ。調子はどうや、姉ちゃん。いけそうかいな。あ、社長、バッチリですよ。それでこそあんたらを地獄界から連れてきた甲斐があったってもんや。わしはお前だけは金になる素質を持ってると感じたんや。私、地獄では結構名の知れたハッカーでしたのよ。人間界のオンラインなんて思いのままに操作できますわ。待ちやがれ。どうか。あんた、どっから出てくるのよ。こんなことができんのは地獄のもんやな。こらあかんわ。社長、いつの間に。せいぜい決まるや、姉ちゃん。よし、じゃあ麻雀で勝負よ。はいはいはい、もう好きにしてください。頭を使った勝負で私に挑戦してくるとはいい度胸ですわね。こうなったら社長なきあとあなたを倒してこのビルのオーナーになってみせますわ。勢いだけ私には勝てませんわよ。
とした計算ミスよ。正体を現しなさい。現せってんだよ。私たちこれからどうなるんでしょう。死なずに済んだだけ人間界のポエミーに感謝するんだな。そしてなんだ、時間が来れば元に戻れるのか。人間界のポエミーもよかったぞ。冗談じゃねえ。行ってしまうのね。ああ、もう任務は終わったからな。また会えるかしら。それはないだろう。お前が地獄に来るようになったら、もうこの世は終わりだ。それじゃあ、今日の思い出を歌にするわね。なんだそれは。おい、この野郎自分の世界に入り込みやがって。まあまあ、もうお別れなんだから。スペシャル編。お目覚めですか。だいぶうなされておいででしたね。伊集院さん、ここは？地下の核シェルターです。世界は今大変なことになっているんですよ。
引き続き謎の飛行物体関連のニュースをお伝えします。昨日より突如飛来した謎の飛行物体は無差別に地球全土を攻撃し続けております。しかもその攻撃方法は我々の理解を超えたものとしか言いようがありません。これはまさしく未知のテクノロジーを持つエイリアンの仕業か。いや、ここまで来るともう魔法としか言いようがありません。一体地球はどうなってしまうのでしょうか。こんなことが起こっていたなんて、もしかするとあの夢は。ダメよ、そんなこと絶対に。なんだこの強い力は。我々を呼んでいるぞ。許さない。うろたえろ、うろたえろ。人の不幸は蜜の味じゃい。もっと苦しめ、もっと苦しめ。この不幸な人たちの泣き叫び救いを求める顔、もしこれが私の立場だったらなんて考えると、許さないの。この S と M を同時に楽しむ感覚、これこそまさに真の強者である証。何事だ。何やつ。あなたに麻雀による1対1の勝負を申し入れます。お受けしていただけるかしら。おい、相手が地球の人間かどうかもわからんのに、いきなり麻雀って言ってもだな。あ、そっか。面白い。私に麻雀で挑んでくるとはバカなやつめ。よし、私に勝ったらこの星にかかった魔法を解いてやろう。麻雀知ってるみたいよ。わかった。わかったことにするから、とにかく勝ってくれ。私こそが宇宙一。
闇の閃光、ツモ。ああ、つわものの怪異か。無駄無駄無駄、身の程を知りなさい。これで人類も終わりだわね。こんにちは。私、神保恵美、10歳です。みんなは私を小恵美って呼ぶの。この子は鳩のポッポ。ちょっとおデブさんだけど、私のお友達なの。うん。お父さんは外国船の船長さんをしています。でも忙しくってめったに会えません。最後に会ったのは3年前で、時間にして2分58秒足らずでした。お母さんは私が5歳の時に死んじゃったの。今はお父さんの知り合いの伊集院さんと2人で暮らしてるの。伊集院さんって昔 SP っていう仕事をしてたんだって。でも SP って何なのかな。伊集院さんって無口で、あんまりおしゃべりしてくれないからよくわからないの。でも寂しくなんかないよ。だって私には歌があるもん。魔法の雑誌ポエポエポエミー。